エリです。まみです。今日はですね、私一押しの日本食レストラン、こちらおだし八景にやってきました。ここはスクムミット63エカマイ15層へ周辺にあります。おでんがね、特に有名なんだよね。すごい楽しみです ね中に行きましょう。いや、お店の雰囲気がまずめちゃくちゃいいんですよ。カウンターにいると、なんかこうよりちょっとこういいご飯をゆっくり食べて、お酒も飲んでみたいな感じなんだけど、個室も一応ありますので、隠れ家感がまたいいんだよね。この特にメニューをね、皆さん見てもらいたいんですけど、アラカルトとかコースもあって、おでんがいっぱいメニューもあるし、いろいろサラダもあるし、天ぷらもあるんですけど、結構会食で使われる方が多いみたいで、そういう方はね、こういうコースもご用意されているので、コースでもいいと思います。ちょっと何を頼んだらいいかわかんないので、おでんもすっごい種類があるんですよ。オーナーさんに聞いてみようかなと思います。上塩さんです。よろしくお願いします。オーナーの上塩です。まずですね、このおだし八景の歴史というか、はいはい、バンコクにどれくらいあって、はい、他の店舗はあるのかとか、ちょっといろいろ教えてください。日本では実は温泉旅館を、岡山県の湯原温泉というところで温泉旅館をやってまして、皆さんちょっとググってください。次はハワイでレストランをやってたんですよ。旅館の料理を海外の方々にも食べていただきたいなっていうので、旅館の料理っていきなりハードルがちょっと高いので、すごい大変そう。今ここのおだし八景のお店の名前にも入ってるんですけど、おだしを大切にした料理を食べてもらえるような場所を作ろうっていうので、まずハワイにおでん屋さんを、今はもう閉店しちゃったんですけど、ハワイで12年そこをやらせていただいて、暑い国でも結構おでんが意外と喜んでいただけるんだなっていうのが分かって、まあ、タイでも暑い国ですけど、おでんでちょっと一回やってみようかっていうので、ここはすごい、ね、いろいろあるんですけど、まあ、アラカルトもコースもあるし、特にこれがおすすめみたいな、会食とかご接待っていう場合は結構コース料理をおすすめはなるほどしてますかね。カジュアルな値段であるので、そうですね、4種類ありまして、おでんをメインに楽しみたいコースもあれば、うん、まあ天ぷらですとか、お刺身、そういうのも含めていろいろ食べたいっていう方に向けたコースもあるので、素敵。今日は何を試食させてもらえるんでしょうか。最初にまず先付けの3種のセットですね、ご準備させていただきます。なんだろう、おでんが売りのお店ですので、うん、おでんの5種盛りで、あとは日本の旅館でも出してるんですけども、うん、海鮮のかき揚げを、かき揚げ、はい、天ぷらも結構あるんですね。最初のおすすめの料理が出てきました。見て、めっちゃ綺麗。すいません、これ何が何なのか教えてもらっていいですか。こちらがカリフラワーのムース。カリフラワーのムースだって、はい、にちょっとだしゼリーですね。おだしが売りのお店なので、トウモロコシのお豆腐、トウモロコシのお豆腐なんて食べたことないね。ホタルイカの酢味噌なんです。酢味噌いいね、美味しそう。どれもこちらいただきたいと思います。カリフラワーのゼリーにお出汁が乗っています。美味しそうだね。いただきます。どうですか。美味しい。すんごいさっぱり、本当に先付けなのでペロッと食べれる軽さです。トウモロコシのお豆腐だって、おいしそう。いきます。おいしい。ジンジャーみたいな味もして、あ、生姜もある、はい、あとトウモロコシすごい、なんかちょっと食べれます。ホタルイカの酢味噌ですね。うん、おいしい。はい、お待たせしました。こちらおでんです。もういい匂いがするし、すごい色も綺麗だし、はい、なんか本当にセブンイレブンのおでんとかと全然また違うから、皆さん本当にこの空気をね感じてほしいんですよ。おでんだよ、おでん食べよう、おでんだよ、おでんホールしてる人ずっと見たわ。見て、このプリプリツヤツヤのトマトさん、おでんになるために生まれてきたんや。絶対女性好きだと思う。いただきます。熱い？熱っ。トマトの酸味がお出汁と絡まってすっごい美味しいの、もう最高。しかもすごいヘルシーな感じがして。おでんはさ、タイ人の人は食べたことあるのかな。いや、最近は人気ですけど、そんなに食べる意識、チャンスがないかな、うん、そうだよね、はい、これなんだろう、つみれ、肉だ、肉、肉だから食べたいと思います。はい、はい、若い子はがっつりお肉食べてください。すんごい湯気がすごい、熱
です。いい匂い。熱そう。うん、どう？レンコンとか入ってんじゃん。レンコン、あ、そう、レンコンが入ってて、めっちゃ美味しそう。お米と食べれたら最高。お米と食べたい。かき揚げがやってきました。オープンキッチンなので揚げているとこも見られますし、すっごいね、こう繊細なかき揚げなんですよ。ちょっと持ってみようか。こう細切りにした野菜とエビですね、エビが入っていて、先ほどオーナーさんに食べ方を教わったんですけど、基本ね、皆さんパカって割っちゃおうかなと思うと思うんですが、まずは落ち着いて塩かけて、このままパクッといっちゃってくださいとのことです。すごいうまそう。ねえ、美味しそうだね。お野菜たっぷり。うん、開けたてのサクサクなんですけど、いい油だからすごい軽いの。やっぱり野菜でも開けたら美味しい。うわあ、いい音してる。サクサクって感じ。本当にすっごいサクッとしてるんだけど、軽いので、うん、もう最高。いや、すごい美味しかったね。美味しかったですね。ありがとうございます。見てくれてる皆さんに何かあればぜひお願いします、はい、うちの料理はお出汁でやっぱりほっこりする味の料理が多いので、うん、皆さんやっぱりお酒もたくさん飲む日もあれば、うん、ちょっと胃を休めたい日もあると思うのでそういう日にぜひお気軽にお越しいただければと思います。いいですね。そう、心を休めに行きましょう。今日のお店の詳細は概要欄に載せています。ぜひチェックしてくださいね。今日の動画が良かったらいいねボタンを押してね。チャンネル登録もよろしくね。